フランク・アチェンポンはガーナ・アクラ出身のサッカー選手。新鮮 FC 所属。ポジションはフォワード。性はアチェアンポン、アチェアンポングとも表記される。ガーナのキング・ファイサル・ベーブスでキャリアをスタートし、2010年はベレクム・チェルシーでプレー。2010年11月、マンチェスター・シティ FC オーナーのシャイフ・マンスールに招待されて彼が所有する。 もう一つのクラブであるあるジャジーラのトライアルを受けた。2011年2月にタイのブリーラムに加入。AFC チャンピオンズリーグ2012では2012年3月21日に行われたグループリーグの対イ公衆被差し対戦にて決勝点を決めた。2012年11月にはセルティック FC のトライアルに招待されたが契約には至らなかった。 2013年1月、2012から13、シーズン終了までのローンで RSC アンデルレヒトに移籍。2013年4月16日、100万ユーロの移籍金で完全移籍が成立した。ベルギーでのデビュー戦は7月28日の対、KSC ロケ連戦で70分から途中出場した。69分から途中出場した8月11日の対カー。 ヘント戦では初ゴールを記録した。2012年8月にガーナ代表に初招集され、15日に西安で行われた中国代表との国際親善試合にて初出場した。2012年9月23日、ガーナ U-20 代表の首相に任命された。アフリカ U-20 選手権2013での対、モロッコ U-20 代表戦では2ゴールを決めて、 4から1での勝利に貢献した。2013年9月10日、日本代表との国際新善試合にて代表での初ゴールを記録した。ありがとうございます。